今日は北千住駅をぶらぶら行ってきたいと思います。お、レトロ和風な建物を発見。眼科だって。商店街のど真ん中にあるハッピーロード商店街に入っていきたいと思います。ここはちょっと落ち着いた雰囲気ですね。こういう裏の通りとかにちょっと隠れた美容室があったりとか。綺麗ですね。コーヒー物語千住店だって。あ、入り口がおしゃれ。すごいレトロな雰囲気を醸し出してますね。お客さんもいっぱい、後ろにぎっしりカップが並んでます。マスターかっこいいですねマスター、ここのおすすめは何ですかね。おすすめはそうです、やっぱりお店の名前がついている物語ブレンド。お、物語ブレンド、はい、お、じゃあ私もそれをください優しい。本日のサービスコーヒー、アリアラビカ。わあ、黒蜜きなこトースト、美味しそう。どんななんだろう。すごい入れ方がおしゃれだ。美味しそう。本格的ですね。来ました。これが噂の物語ブレンドです。マスターの愛が詰まってます。いただきます。全然違います。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいです普通のコーヒーよりも濃い。いつも市販のしか飲んでないから幸せです。ごちそうさまでした。すごく奥が深い物語ブレンドでした。私みたいですね。マスター、ごちそうさまでした。ありがとうございます素敵な洋服屋さん。昭和ですね。綺麗。ここは飲食店屋さんみたいです。面白いですね。コーヒー物語、美味しかったさあ、今度はどんな出会いがあるでしょうか。